ハリー・クラドックはイギリス人のバーテンダー。ロンドンのサボイホテルでチーフバーテンダーを務めた。1930年にはサボイカクテルブックを編纂した。1876年8月29日にイギリスグロスタ・シャーストラウドで生まれる。アメリカ合衆国のいくつかのホテルに勤務していたが、禁酒法が制定された1920年に、 アメリカを離れ、イギリスのリバプールへと祭祀と共に移り住んだ。同年、サボイホテルのアメリカンバーで働き始める。クラドックが編纂したサボイカクテルブックは1930年に初版が発行された。初版には750種類のカクテルの名前、レシピが記されており、今日まで開版が続き出版され続けている。また、クラドックが創作したカクテルも、 多数あり、コープスリバイバーナンバーに、ホワイトレディなどがある。1934年には、UK バルテンダーズ・ギルドの設立に関与した。1938年に、ザ・ドーチェスターへ移籍し、その後、ブラウンズ・ホテル、ブラウンズ・ホテルに移り、1947年に引退した。1963年に死亡、共同墓地に葬られた。 クラドックが捜索したとされるカクテルを一家にあげる。ありがとうございます。